はいどうも皆さんこんにちは、ピョキングです。それじゃあね、ママに会いたい、やっていきたいと思います。で、前回はね、確か兄弟たちと、まあ、兄弟たちっていうか兄弟とかくれんぼしたところでやめたんですよね。で、次はどこに行けばいいんだろう。まあ、お兄ちゃんにちょっとね、早速聞いてみよう。僕らのお兄ちゃんとお姉ちゃんに会ったよ。あ、俺らの全然知らないな。1番目のお兄ちゃんと2番目のお姉ちゃんなんだって。それで脳をくれたのが3番目のお姉ちゃんで、5番目がお兄ちゃんで、6番目が僕、4番目が空いてる。いや、そうなんだよね。いや、前回から気になってて、4番目空いてるよね。聞き間違いじゃないのか。確かに聞き違いから、会ったことないから姉貴以外は知らない。会わないなりに理由があるのか。ちょっと気になる、聞いてみるね。よし、それじゃあね、早速気になった4番目っていうのを聞きに行きましょう。上の子に聞こうか。なんかよう邪魔なんだけど。あら、4番目は4番目誰について知れるの。あ、そうそう、5番目これじゃん。5番目、そういえばそれって誰。あなたの双子ないんでしょう。私は1番、2番、3番で、4番目。え、4番目誰に聞けばいいの。あら、4番目がね、誰に聞けばいいかわかんないな。ちょっともう一回お兄ちゃんのとこ行って助けてもらいましょう。え、4番目教えてくれないんだけど。お前が言うことが間違ってなければ、俺らの上に4人か4番目が気になるだ。4番目について調べろ。いや、4番目について調べろったってね、どこに行けばいいんだろう。このキントーンみたいなのにいっぱい話しかけてみようか。この子たちがね、何か知ってたらいいけど話しかけれない。下のね、キントーンは話しかけれないな。あ、この動く口。お、ちょっと待って、来た。あ、え、嘘。どうしようどうしようどうしよう。あれ、なんか守ってくれてる。え、ちょっと話してみる。1番目の子を産んだ時は実感がなかった。まさかこんなに簡単に産むなんて考えてなかったから、もしかして嘘なのでは、なんて現実逃避をしていた。待って、監視がいるけど守ってくれてる誰か。透明で、え、え、守ってくれてんじゃないの。へえ、監視ってもしかして一人じゃないのかな。何人もいるとかそういうわけじゃないよね。ほら、守ってくれてんだよね。これ右に行けんのかな。待って、このキントウ邪魔だな。めっちゃ邪魔これ。ちょっと待って、マジで邪魔なんだけど。で、右行く。ありゃ、そこを右に行ったらいいと思ったんだけど、ちょっと遅かったかな。もう一回やってみよう。よし、それじゃあこの状態で左に行って、そこ右。あ、間に合わん。ってことは別のルートかな。それじゃあね、右に行ってみよっか。このキントウマジで邪魔え、マジで邪魔なんだけど、このキントウ。右行けるでしょ。え、監視って一人じゃないの。ちょ、待って、これ左、え、どこ行けばいい。また右行く。あー、なんか来た、監視来た、まずい。よし、これは上、上でいい。追いかけてきてない。ありゃ、倒れたぞ。今なんかでも右に透明な人いたよね。え、なんこのムービー。ここでムービー来るんだ。誰？これもしかして5番目？おはようございます。あ、どうも、おはようございます。気分はいかがでしょう？怪我とかありますか？この子だけなんか髪型違うな。音楽もめっちゃ可愛いし。もしかして君は会ったことあるよね。あの時助けていただいた種でございます。なるほど。お姉ちゃん1番目の子と一緒に亡くなったと思ったんだけど、ここまで立派になるんだな。確かに驚きますよね。一番驚いているのは私。というのもですね、私はあなたのお姉さまより伝言を預かったので伝えに戻ったのです。お姉ちゃんから。でもお姉ちゃんって、はい、
体はすでに溶けて消えています。私もこの状況が不思議なのですが、どうやらあなた方は体を失うと体のない魂だけの存在になるんですね。その証拠に目の色が赤になりました。目が赤くなると死んだってことになるんだみたいですね。ですが体がないということはママに会えないということになるので、あなた方はまだ油断は禁物ですよ。まだわからないことがあるんだけど、なんで君の姿はお姉ちゃんじゃないのかな。それは私にもよくわかってません。最後に迎えた時、触れていたことが関係しているのか、体の性別的には半々。なるほど、半々かどういうこと、全然わかんないんだけど。じゃあお姉兄ちゃん、かわいいな、お姉兄ちゃん。新しい、初めて聞いたぞそんなの。それで伝言って何？すいません余談でした。では本題に入ります。お姉さまから預かった伝言、この部屋の奥に弟の足があった。足？手じゃないのかな。あ、お兄さんのことか。お兄ちゃん確か足ないもんな。どうやら4番目の方が隠していたそうで、それを5番目の方が出て行かれた後目撃したと彼女が言っていました。4番目ってどういう人？彼女は彼を危険と言っていて、あの方の血はあまりにも濃いと言っていましたが、4番目の方について話すことはなかったので、まあいいや、それよりもお兄ちゃんの足持ってくね。よし、それじゃあね。あの優しいお兄ちゃんはね、めっちゃ好きだから。で、上のなんか唇動いてるからちょっと聞いておこうか。4番目の子は考えただけで吐き気がする。殺して正解だった。え、なんてこと言ってんのえ、結構急だな、殺して正解みたいな。あ、足どこあるの？ちょっと待って、足どこある？足持っていけって言ったよね。この辺になんか足ありそうだけどな。あ、なんかあるっぽい。で、両腕がないと探すのは不便でしょう。私も手伝いますよ。いや、そうだな、この主人公の腕欲しいよね。それとお兄ちゃんの足もいいけど、ハヒハホミフハハどういうこと？見つかったでしょ。ハヒハホありがとうか。口にくわえてんの足。なんなら私が持っていきますよ、大丈夫。よし、それじゃあ足を持っていくか。どんな感じ？足めっちゃ足じゃん、口でくわえてる。ちょっと見た目がグロいな。まあいいや、お兄ちゃんのところに行きますか。もう監視は来ないでしょきっと。さっき逃げたばっかだから監視は来ないと思うんだよね。お兄ちゃんこれで歩けるようになるかな。いや、僕もですね、あのお兄ちゃんはめっちゃ好きだから、早く治ってほしいと思ってるんですよね。よし、それじゃあお兄ちゃん持ってきたよ、足。これで治るかな。ほひーひゃん、あひあひ癒されるな。なんかホラーゲームなのかな、本当にこれ。結構癒されるな、足じゃんいや、足だから。よし、これで元戻せる。まだ溶けきってないみたいだからくっつける。でも不思議なもんだ、どこで見つけた？4番目の人が隠してたんだって、お姉兄ちゃんが言ってたよ。いや、そら誰だってなるよね。で、タネさんとお姉ちゃんのことだよ。くっついた、まあよくわからんが別にいいか。隠したのが4番目ってやつなのか。監視にちぎられた後振り返らなかったからな、その時に持って行ったのか。だとしたらいけすかねえな。持って行ったのはいいとして隠してたなんて、なんで隠してたんだろう。会えないというよりはもしかしたら俺らを避けてる可能性がある。だとしたら探しても無駄だろう。うん、あとはお前の腕も探さなきゃ。俺ももう少し安静にしたら一緒に行くよ。で、これで足ついたね。ちょっと血出てるけど今くっついてる途中かな。俺らの体って健康便利だよな。監視にちぎられたとしても溶けきらなければ大体はくっつく。でも大部分取られるとすぐ取られちゃう。監視に持っていった体はどこに行くんだろうな。まあそうだな、確かにどこに行くんだろう。大丈夫、なくてもママにはきっと会える。まあ腕をね、確かに探しに行きたいよな。とりあえず一旦セーブしておこう。それじゃあ次は何をすればいいか、お兄ちゃんのところに聞いていきましょう。手がかりになりそうなものがあるかもしれない。そんなこと思ってないからな。んー、じゃあどこに行けばいいんだ。さて、どこに行けばいいんだろう。
うん、やっぱりここが怪しいかな。でも今の状態じゃ探せないから、1番目のお兄ちゃん、それとも2番目のお姉ちゃん、あと3番目のお姉兄ちゃん、誰かに手伝ってもらえば。あー、なるほど、この段ボールのところに何かあるんだろうけど、どうしよう。3番目のお姉兄ちゃんにする？なんかこの人いい人っぽいけど、見た目はね、この2番目のお姉ちゃんが好きなんだよね。さて、めっちゃ悩むわけだけど、やっぱりここはツンデレっぽいお姉ちゃんにする？来た、お姉ちゃん、めっちゃ冷たいお姉ちゃん来た。あら、あなたここで何をしているの？お姉ちゃん、あのね、今僕の腕を探してるの。そのできれば手伝ってほしい。腕を監視に取られてたんじゃ、探しても無駄でしょう。諦めたら？無駄でも少しくらいは何かあると思って。そんなのあるわけないじゃん。いや、アホじゃないの。結構冷たいな。ママに会いに行くなら腕があった方が。キモ、ママに会いたいなんて私には理解できない。お姉ちゃん、もしかしてママが、私は手伝わない。じゃあね。マジかよ、手伝ってくれなかった。3番目の子に頼めばよかったのか。え、マジで？どうしよう。それだったらもう3番目のお姉兄ちゃんに頼みに行こっか。3番目のお姉兄ちゃんだったら多分手伝ってくれるかもしれない。まだいるかな、3番目のお姉兄ちゃん。いや、お姉兄ちゃんって響きいいね。言いやすい。あ、いたいたいた、手伝ってくれるかな。私ね、夢を見ていたの。ママに会って、え、誰？え、さっきのお姉ちゃんじゃない？これって私って言ってるけど。そして幸せになるんだって。私ママに会ったことあるのよ。だけど生まれた瞬間、私ハサミで切り刻まれた。え？ DV か。痛くて叫んでもママは手を止めなかった。そして魂になってここに戻ってきて、ママの声を聞いたの。私いらない子だった、邪魔な存在だったの。嘘でもママに愛されたかった。でも愛されなかった。だけど私が体を失って、初めて妹ができた時、純粋に嬉しかった。そしてこの子はちゃんとママに愛されますようにって心の底から思った。その時はまだママのこと信じてた。でも実際は私と同じでいらない子だった。私この子のお姉ちゃんなのに何もできなかった。この子はママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて利口だったの。ママの声が聞こえた時もこの子は笑顔を絶やさなかった。こんな子をいらないと言って殺すママがもう今は信用できない。あんなママに合わせるくらいならあなたたちを殺してあげようって、そう思ったの。じゃあ僕らの手足を隠したり、監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやったってこと？え、そうなの？そうね、間違ってない。え、マジかよ。4番目に頼んであなたを殺そうとしたの。だけど結局私が殺そうとしたことに変わりはない。4番目の人は僕らを殺せる？監視しか思いつかない。正解。あなたたちの手足をちぎったのは監視とくっついた4番目？ 3 番目と種がくっついたみたいに2人ともくっついた。そしてそれがあなたをずっと見ていた目玉ちゃん。目玉さんは4番目だったんだ。目玉さんが4番目なんだ。でも僕らと姿が違うんだね。4番目の奇形が関係しているのかもしれないけど、私たちとは違うのは仕方がない。2人は好きな時に好きなように監視と4番目に変身することができるの。なるほど、監視にも変身できるのか。それを利用してあなたたちを殺すように命じた。表向きはね。じゃあ裏向きは？あなたが気にすることじゃない。なんでもないわ。だけど結局のところあなたたちどちらかは必ず死ぬ。あなたたち双子の場合は少し難しいのよ。ここのママの中、そこら中ひびだらけでしょ。監視がたくさん出入りしたせいで私たちのここ空間が限界なの。二人一緒にここから出ればママもあなたたちも全部なくなる。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見て分かったわ。あなたたちは二人で一つなのね。だから二人を同時に殺そうって思ったの。お姉ちゃん、え、お姉ちゃん泣いてんだけど。私はあなたたちのためにだなんて、結局私の独りよがりよね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。今更謝ったところで許されるとは思ってないけど、ごめんなさい。
いいよお姉ちゃん別に。いや殺そうとしたのはね、よくはないことだけど、そこまで思ってくれてるってことでしょうお姉ちゃん。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら同じことをしていたかもしれない。僕らは大丈夫、自分たちのことは自分たちで何とかする。何たって僕にはお姉兄ちゃんの脳もあるからね。お姉兄、3番目のことを言ってるの？お姉ちゃん話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。ちょっと何聞いてんのよ。な、あいつらは大丈夫っつったろ。これは2番目？ 3 番目？ 2 番目か。やっぱり隠し事は楽しくねえしな。そうね、でもまだ、まあ、一気に吐き出す必要はねえだろ。もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。ほんとそういうとこキモいよ、死ね。もうとっくに死んでるっつーの。なるほど、お姉ちゃんから冷たくされてる理由も少し分かってきた気がするな。勢いで飛び出してきたのはいいけど、ここに来たら緊張してきたな。どっちか一人だけなんてどう言えば。そうだよね、どうなるんだ。ってことは主人公のこの子が生きるか、お兄ちゃんが生きるかっていうことでしょう。どうなるんだろうこのゲーム。ちょっと気になるところだけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。次回でおそらくね、最終回になるんじゃないかって思うんですけど、近いうちにやっていきたいと思います。それじゃあまたね。